で出るね。すごい活気。祭りは戦場だからな。錬金術の役に立ちそうなものはないのかな。こんな時ぐらい勉強のことは忘れなさいよ。そうだね。あれ何かな。ことないの？食べられるの？それはいかんな。貴様は人生の半分を損している。半分も？よし、大会前に英気を養う意味で特別に買ってきてやろう。いいんですか？いや、ぐんちゃん太っ腹。ぐんなるくん優しい。お前らもか。第一パメラは食えんだろう。少し待ってろ。やったね。ちょっと悪い気もするけど。ねえ、あっちは何してるの？あれは射的。おもちゃの鉄砲で景品を撃ち落とすんだよ。知らないのね。ずっと山奥でサルファと二人で暮らしてたから。あ、ごめん、変なこと言って。え、なんで？なんでって、それは。あ、向こうにも知らないものが。ちょっと行ってくるね。レインくん、はしゃいでるわね。よし、こうなったら祭りの楽しみ方を徹底的に教えてやりますか。どこに消えた？迷子か？おい、ベイン！いらっしゃい。いいもの揃えてるよ。毎度、また来てくれよ。
パメラがどこ行ったのかな。あ、本当だ。パメラどこ。キャー。ここってお化け屋敷。まさか。パメラがやったらシャレにならないでしょ。だってあの人たち驚かし方が全然なってないんですもの。お化けの人みんな逃げちゃったね。我らでお化け屋敷をすれば儲かったかもしれんな。そんなこと言ってる場合じゃないって。騒ぎになる前に逃げよう。あ、待って。紅茶とケーキのセットです。ここは模擬店なんですね。うちもこういうのやりたかったな。私たちのクラスも何もやらなかったね。こういうのも楽しそうだね。ま、得てして味の方は期待できんがな。そうなんだよね。ほっ、どうしたの？おいしい。びっくりした。控えめだが濃厚な甘さ。それでいてしつこくなく、紅茶との相性もいい。よほど特殊な甘味料を使わなければこの味は。ちゃんがそんなに詳しいのも驚きだけど。いいなあ、私も食べてみたい。実に見事な仕事だ。シェフを、シェフを呼べ。いや、喜んでもらえて何より。数少ない趣味でね、ケーキ作りにはそこそこ自信があるんだよ。人間誰しも一
つは取り柄があるというが。でもいいの？校長が模擬店のケーキなんて作ってて。ああ、それは緊急事態だったのでね。緊急事態？本当は教頭先生が作るはずだったんだがね。ほら、これだ。うわぁ、見事な炭ですね。炭というより産業廃棄物だね。ここまで真っ黒に焦がすとは、もはや芸術の域だな。それでここの生徒に泣きつかれて仕方なく。お話が弾んでいるようですね、校長先生。教頭先生、いつからそこに。無駄話している時間があったらどんどんケーキを焼いてください。私の作ったものと違い、大変好評のようですから。あいつだ、耳を引っ張るのはやめて。人には意外な一面があるんですね。We'll be right back.